雰囲気違う髪の毛切りました髪切りました本当にずっと <laughs> ずっとあのあれ何やったっけあのずっとショールームしてなかったからそう久しぶりのショールームお ピアス増えたえ増えてない増えてない増えてないここここが塞がりましたねここここ一番増えが塞がった火曜日配信しがちえそうかなえ分からんえなんかマジでやってなくて分からん いやそれにえニット全く暑くないですよなんかえ絶妙に寒くないですか明日ピース開けるけどどこがいいえー、トラガスかわいいここ昔開けてたけど塞がったとこん <coughs> 4月初配信確かにあそうなんですよね <laughs> 今日パネル展行ってきてえー、やったーパネル展行こうえそうなんか前のあのそうスイート16の時のパネル展行ったのに あの行って行って写真まで撮ったのにツイッターにあげるとずっと忘れててもうあげられないっていう悲しい今更 <laughs> やばすぎる。 期限遅れの名古屋のパネルっ名古屋行きたいですね名古屋のあの何だっ,っけなんちゃらななえー、名古屋コーチ <laughs> コーチン食べたいコーチン食べたいですな、ね、にこれわギフトがすごい変わってるエマさんヤミさんホナミさんゆうひくんザンヌさんニックさんみゆちゃんありがとう そう手羽先も食べたいしえなんかさ喫茶店えめっちゃ喉鳴る <laughs> 喫茶店がなんかできたのがなんか名古屋発信みたいなことを聞きましてそれも行ってみたいなんかおまけ多い喫茶店みたいなレノンさんロングってどのぐらいからロング えもうこの辺からロングじゃないえ分からんえ多分この辺からロングじゃないもうもうロングじゃない待ってやはりひつまぶしか暇つぶしに見えたびっくりした <laughs> ボツになった写真を適当に <laughs> ブログ米だあ米だ行きたい米だ米だコーヒー米だえ米だ大好き ごめんなのえな何これえな何これすげえちょっとえっ待って何これえ太陽くんありがとう何これんえすごいえな何これ今何イースターみたいなすげえラキョンさんモキョウさんやじまるさんにゃおちゃん ニュースケさんカズキさんやみさんありがとうえすごい何今のなんかすごいのってた <laughs> 知らんくて投げてさ <laughs> 知らんかったどのくらいの長さのエクセル切りええけどさエクセルをつけたいこの辺まであのマジでスーパーロングにしたいえけど長すぎたらちょっとね邪魔やから。 ここは愛知やっぱなんか二郎二郎系ラーメン食べたい二郎系ラーメン食べたいっていうってかのの毛伸びんの早くないですかめっちゃ髪の毛伸びるの早いと思うんですけどそう前髪もなんですけど後ろもめっちゃ伸びて この辺だ前多分切った時この辺やったこの辺だやばいなすげ今日パネル全部ワンチャンにバッテリーやったえすごい <laughs> いやなんかさ渋谷とか行ったらさ合いそうじゃないなかなかあんまり渋谷行かんけど人多すぎて人多すぎて疲れる え名古屋行きたいロングにしたいですけどロングあんま似合うかなっていうそうロング似合うかなっていうけどね渋谷にいそうなイメージえマジで行かないんですけれども渋谷えけど行く時は行くけど なんかめっちゃ人多くて疲れるみたいな <laughs> 人酔い人酔いする下北の印象だけど行くかも行くかも行くかも確かに古着屋買わんのに行く 嬉しい嬉しい嬉しいお話しかいきてないから動ける日本大興奮して元気 <laughs> めっちゃ元気そう <laughs> そうね電車とかもさ人多かったらさ躊躇するマジでうわーってなるめちゃめちゃ東京詳しくなってなってないなってない 殴り惜しいけど仕事中だから仕事頑張れ仕事えー、もうこんな時間まで頑張れホムガず取れたんちゃんえなんかあのあの制服衣装みたいなやつのさあのフィルムカメラみたいなの載したら結構なんか <laughs> あのキーボードでしましょうみたいな人と顔ってめっちゃおもろかったうんポンタロウえポンタロータ多分ありがとう うわありがとうポン太郎タワーありがとう誕生日をやってくれた俺を知らなかったのでえおありがとうって言ってなかったっけなんか二十歳めっちゃ嫌がってたけど <laughs> えだって二十歳え二十歳ってさそうポンタロウがね二十歳の誕生日を。 迎えたんですけど、二十歳って普通嬉しがる嬉しがるもんじゃない？二十歳ってだってあほら愛ちゃんもそう愛ちゃんも二十歳だし、え二十歳ってさ、二十歳ってめっちゃ嬉しくない？えなんでなんでなんで二十歳嫌がるえ十九から二十歳ってめっちゃ嬉しくない？ちょっと二十歳嫌がるあれがひどがさ。 初めてさて生まれて初めて二十歳やがる人いてちょっとねあのビビりましたよ年取ってえだって二十歳ってまだまだめちゃめちゃ若くないうん一番なんか区切りいい大人の段階えなんでえ二、ー、十歳いいのに 1 0代が花なんだええー、マジで分からんもうポン太郎が謎人間すぎて面白かったその時 <laughs> ありがとうポン太郎マジえー、なんでえっ二十歳になりたいえっなりたい気もするけどなりたくない気もする19と二十歳なんでいやえっ二十歳ってなんかいいのに <laughs> なんかいい確かにね最近さあのあれ知ってますあの「熱帯夜」の「タッタタタタタイヤ」のあの人の,あの本当に平成の高校生みたいなのが踊ってる熱帯夜の YouTube に上がってるやついやあれもう、ね、なんかねなんいつやったっけななんか。 あの、めっちゃ好きやったんですよあれはずっと、うん、あれめっちゃ好きで小学生かんん中学生かな小学生かな分からんけどああもう、もうめっちゃねめっちゃ好きやったんですよで最近またおすすめ欄出てきてでもめっちゃなんか ほんまにあの見てた見てた時の,あの思い出自分が思い描いてる高校生活すぎてちょっとね何とも言えない気持ちになりましたえみんな絶対知ってると思うあるっちゃいいんですよ。 高校3年留年しなくておめでとうありがとうございます今回の MV のいやーそうめっちゃあれいいガチでガチでいいあれ夜中に見たらちょっとね変なゾーン入るんでやめといた方がいいですよえのんちゃんとお誕生日の話だから対面の時に締め覚えして「ええー、お祝いしましょう!」 身長高い子してたあの青のカーディガンの子か今回の MV のダンス部分ってれのちゃん何役先輩えどれあダンス部の部長 <laughs> ダンス部の部長で美月があの副部長であの桃カが初期あったっけあれなんかねあの書いてるんですフォーメーションをそうそれ部長 部長初期じゃマネージャーかマネージャーでしたマネージャーですニョンのサイン当たったい初ニョンやったーそう初期初期初期じゃないマネージャーそうマネージャーです 私は部長です <laughs> あの美月と桃佳とあのエノが部長で美月が副部長なんやばいよなって桃佳はマネージャーしてそうやけど絵 <laughs> の部長とか一番なんかありえなそうそう年下組 <laughs> 年下組なんですけどねいや今日なんか 確かにエンジン校の時ね副部長に任してるのおもろいな確かに全枚まいてくれてありがとう感謝されたなすごいわ確かに一番っぽくない人が部長で副部長ならおもろいよなって んレノンちゃん26で成人,おめでとうえ成人あ1818 18成人かびっくりした私じゃないですよけどね本当にあ18かそう誕生日の日にねショールームしたかったんですけどねちょっとね無理っぽいんでいつしようかなって悩んでます 無理っぽいラーメン部確かに副部,部長ならいけるなこれからニアジアの気合入れの時にレノンがメンバーのネジを10ねみんなのやつやばすぎるそう26にねできないんですよねショールームハマチになった

そこ行きたい <coughs> 築地市場に行きたいですね二十歳になったらねあ,のあれに行ってみたいバーバーあの最近 <laughs> 最近ねあのなんか漫画を読んだんですよえな,なんだっけあれマドロミバーテンダーだったっけマドロミバーテンダー分からんけどなんかそんなやつ見ていやーバー行きたい行ってみたい二十歳になったらなった瞬間行こうかな マドロミバーテンダーかなバーメイドかマドロミバーメイドか,かなんか見てすげえバーテンダーなりたいと思ったそうメイドカフェないやなんかねバーテンダーの話なんですけどめっちゃねー うらやましいかっこいいこれしたいのもめっちゃしたいあのなんかステアみたいな <laughs> ステアみたいなやついやマジでねあれ面白すぎて前回買ったんですよねまた夜中のテンションでけどあと2年かな 2年でやっと二十歳なんでねそうめっちゃおもろくていやいやバーテンダーになりたいっていうなんかあの影響されたう <laughs> あちらなんかね「え見てほしいまどろみバーメイド」あれを見た方がいい面白いいやあちらのお客様からみたいにやってみたい <laughs> 犬があちらのお客様になりたいね二十歳になった瞬間もう成人うわ回ら,回らない寿司屋行きたい回らない寿司屋行きたいこう渡されると そう、マドロミ・マーベイトはね漫画だけですいやーマジで絵のもなんかしたいな <laughs> シェイカーみたいにおめっちゃ返金きてる 焼酎飲んでそうワイン好きそう分からん分からんすぎるかっいいとかで水を振ってメンバーに見せらかしそうやらないですねバキバキに度数高いカクテル飲んでそうんん 誰がらみはりんちゃんにはするかな真面目にビール真面目にビール飲んでるやばすぎるいやーマジで磯丸水産ってなんか聞いたことある 磯丸水産何か聞いたことある磯丸水産って何か聞いたことあるなえ何ですか磯丸水産ってえ居酒屋とかあ,あ、なんか固まったメイドカフェ絶対嘘やん <laughs> 居酒屋 居酒屋うん飲食店<え>居酒屋うん。警察官の漫画読んでみてタイムはですねブルータルかな かいあいああ最高かいあい食べたいうわかき食べたい生ガキ食べたいですよねあ海鮮大好きなんですよマジでホタテのバター焼きとかマジで好きあの生ガキとかも永遠食べれるええかき食べたい生ガキはポン酢ええけどレモン絞って食べるのも美味しいうまい ちゃえ、白子大好きです白子ポン酢大好きいや別にねあのカキでまだ当たったことないんだよねそう生なのか焼くのかどっちなんだどっちなんだいうーん白子ポン酢も生,生えけどねあの いや生牡蠣マジでおいしいちょマジで白子ポン酢あもうまじで美味しすぎるけどね白子のしゃぶしゃぶかなもう美味しいですよそう生牡蠣はマジレモンだけで全然いけるカキフライは美味しいけどカキのバター炒めも美味しいいもうねあのカキあの スーパーにさカキ売ってるとこあるじゃないですかであのカキスーパーのカキを買って家でバター炒めとか普通になんか蒸しガキみたいなことするんですけどでポン酢で食べるみたいないやもうマジで美味しくてあマジでいいんですよねそうパックのあれマジで一回買ってカキフライもいいしえい,いけどバター炒めが 一番美味しいです。いやマジで。ホタルイカ大好きなんですよね。ホタルイカ、ホタイホタルイカのホタルイカのなんちゃら漬けみたいな、なんだっ,たっけあの有名なホタルイカのお気漬けも好き。めっちゃめっちゃ好き。美味しくないですか。マジでね。 そう漁港の確かに漁港の柿やばいですよねそうお気づけお気づけマジでおいしいオイスターバーとかおすすめしちゃうオイスターバーああそういえばすごっ柿小屋とかえっきた柿小屋とかやばいやもううわアホたるいがやばい フグの白子。えー、フグの白子食べたことないかも。タラかな、タラか、あれ、タラの白子か。宮崎に美味しいかき氷ある。いいな。いいなー。美味しさばは分かんないけど、かきはめっちゃ来た。たえ、それって未成年でも入れます。<laughs> 普通に行きたい。えー、けど、つまみ系全部好きかも。あの、あれも好き、あの、イカとか大好きで。 マジでスルメもう大好きうわ生シラスやばいですよね生シラスの生シラス丼とかやばいえイひル好きマジで最近はホッケ好きですホッケホッケマジで美味しい ゲソ天やばいですよねえスルメの天ぷらとかやばくないですかいやーもうねそんなも知らずどうやばい美味しすぎるどんどんつまみを覚えるのやばいマジでになんかさ本当に太りそうになる絶対あの二十歳になったら。 食べる時何飲んでんのえっ、ー、水かコーラ <laughs> 水かコーラで食べてる <laughs> えっおいしいですコーラでえコーラってマジで何にでも合うんで <laughs> 水かコーラですねえマジであそれかまあ黒ウーロンえマジで コーラちょっと舐めなめなめたらマジで、ま、マジでコーラなめたらやばいですコーラいやーコーラは味しいコーラと米いけますねいやコーラ全然コーラと魚絶対違ういやコーラと魚マジで合ういやーマジでマジでちょっとね分かってないですね マジでコーラココーーララ太るよ、よかってますよコーラはやばい <laughs> だから最近ねあのコーラ飲んでないんですよね最近マジでずっと水飲んでるちょっとちょっとダイエットしようと思って水飲んでますマジコーラ飲んでないです なんで、コーラの話はちょっとやめましょうそう今ゼロコーラは <laughs> ゼロコーラは違う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 やっぱ あれなんですよめっちゃあるだからもうねあれはあれはコーラじゃない違ういやゼロコーラ飲むならコーラ飲みますけどねいやマジでゼロコーラ違うやっぱ瓶コーラがやっぱ一番おいしい ビンコーラちょっとね瓶コーラですまあ時代は瓶瓶のなっちゃんとかも美味しくないですかいやペプシは別にあけどコカ・コーラがいいかなっていうでも瓶がね オーロナミンシーやばいもうおばあちゃんちに常備してあるオロナミンシーはけどの飲まないもう本当に最近体重がもう顔がっていう顔がねなんかキャラ変わったあ多分今日テンション高いだけですねそう今日はテンションバグってるだけ 週に何回かテンションバグる時期があるんですよ <laughs> そうそういやもうね「魚介とコーラのレノ VS きなこご飯抹茶ベーグル」などいうか抹茶ベーグル美味しそう。 大人っぽくなった気がするえ落ち着いたってことえめっちゃ今日テンションなんか高いと思うテンション高くないですか髪伸びました今日マジで今日マジでテンション高いんですよ青ニットが大人感 マジ4月2のお話し会ぶりだけど何か変わった気がする嘘そテンション高いからかな前髪触覚ないから触覚なくしたんですよワイドバンクフルバンクワイドバンクかな 今日はテンンション高い誰にでもそういう時期があるらしい新旧児ああ新旧児いいめっちゃいい去年レノに憧れずピアス開けましたもっと開けましょうピアス開けたいなピアス ファイトバンク似合うありがとうーれのんちゃん関東来て関西弁抜けたえー、抜けたかなえけどなんか抜けた気ん抜けてない気するさっきからめっちゃなんか関西弁ずっと言ってる気するイントネーションがやっぱまだ関西そうイントネーションがねまだ関西なんですよ <laughs> そう関西あ和骨え和骨夏和骨ですとか <laughs> 和骨って夏去年え見ましたキングナーさんのアマプラナイスいやマジで行きたい 行行ききたたいいライブ行きたいーもう何でもいいからライブ行きたいいやマジで、ね、ライブ行きたいんですよねニコ生分かる年齢なんですかニコ生見てましたよ <laughs> ニコ生見てたあのねコメントやっぱ出てくんのよくないっていうそうコメント出てくんのやっぱいいアイライン引くの 上手すぎるなんか今日はねめっちゃ落ちてる気がするめっちゃ落ちてる気がするショールームも込めて横に流れてほしいあ確かに流れるかなあれ何かのさやつってまだえけどもうニコ生とか見てないな いやオトマットが大好きで <laughs> マット大好きいやマジで <laughs> マット大好きだったな大好き今でも大好き今日のメイクは何点今日のメイクマジであの本当にできてないですねいやマジですねめっちゃね適当にメイクしたんですよ今日めちゃめちゃ適当にメイクした そう、まぶたキラキラマジでちょっとちょっといこ <laughs> んなだしよこ <laughs> んなだしよ莉 <laughs> ちゃん今馬なんだ 馬、ま？今日のリップもパーフェクトダイアリー。え正解パーフェクトダイアリー。マルマルこちゃんあれ大好きマジで。ね。よし <laughs> ブ,ブ,ブロリーです。 大好きマジであ,そう,いうことあ,あそういうことかああそういうことかどういうこと馬,馬って何と思ったグルメレース大好きグルメレースおもろいわなやっぱやっぱまたおもろいいやー本当とに今何じゃ お腹すいた <laughs> そう今日でね冷凍マンゴー全部一袋食べてしまいそうだけど冷凍マンゴー別に脂質もね0.1カロリー全部食べても70余裕余裕ですよ めっちゃねレノンお腹すくんだいやもうどんだけ食べてもえもう最近あのなんか食欲がバグ起こしててなんかめっちゃ食べるじゃないですかめっちゃ食べても全然まだお腹すいてるんですよおかしいえマンゴー食べれなくて冷凍マンゴーは食べれる 私がマット制作者だったりやばそう怖いマジで怖い食欲がバグを起こしてて怖いいやうんなんかいやこれままだと太るこのままだとガチで太るそれ冷凍した冷凍したら食べれる冷凍ブルーベリー冷凍ミックスベリーがマジで美味しい 味方のマットみたいやばいすべての食材の中でメロンとマンゴーだけ食べれないええー、冷凍マンゴーは食べれる冷凍したらマジで食べれるいやもうマジで ベーコンポテトパイやばい明日ぜえ明日から絶対食べる絶対食べるええー、うわえもうマクドの中で一番好きベーコンポテトパイやばいマジで一番おいしいあと月見パイ月見パイとベーコンポテトパイはやばいマジで一番おいしいと思う いいやコーラ飲まないっす、ね、三角チョコパイは三角チョコパイはあの季節に食べる三角チョコパイが一番美味しいマジでどう考えてもねえおかしすぎるやろあの学校帰りとかにねっていうか学校帰りとかにね学校帰りでそのまま遊んでる時とかに夕方らへんに食べるみんなで食べる チョコパイが一番美味しいしマジでいちご大福パイ一回食べたおいしかったマジで一番はマジで何個あっても嫌ですからねいやマジでレノン結婚しないのののの私はりんちゃんと結婚します ゆりおユーリオえっマジあのメニュー食べた人やばいもう冬に食べる部活帰りに食べるチョコパイ部活部活帰り違うないやマジで遊んだ帰りにあの友達みんなと食べるチョコパイ あのなんとも言えん美味しさってやばいいやマジでそうサイドメニューがメニューって感じけどチーチーみたいなチーチーバーガーみたいななんかダブルチーズみたいなやつもう食べた美味しかったあうそ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 うチーチー 帰り道のファミチキなんかしかもそれ冬に食べるからっていう冬に食べるから美味しいマジで夏に食べるアイスも美味しい一番の推しになりましたおやったありがとうございますうわ照り焼きはマジで美味しいから照り焼きはマジ美味しいよりおってよりそうそうそう 常に永遠に美味ってこといやまあ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 、まあまあ、常に美味なんやけど今のピザマン見たらレナ思いです山であのー、冬に食べるピザマン美味しい夏に食べるいや冬に食べるアイス美味しい マジで冬にファミリーパックのピノ全部一人で食べるのが美味しいうわあの瞬間マジで好きなカップ麺あります好きなカップ麺麺職人日清麺職人 麺職人いやマジでも笑お笑おピの一箱とかもう余裕ですよ麺職人なんでシュルだもなんでえ麺職人マジで美味しい二種麺職人 いやもうマジでねあのずっめっちゃカップ麺ラーメン大好きで <laughs> めっちゃ食べたけどえ結構ねラオえラオとかもあのとかも全部食べたしもうマジでめっちゃ食べたけどやっぱな麺職人のあの麺の細さ細麺が好きなんかないける太麺も好きなんですけどいけるなんかカップラーメンの,あの美味しい。 けど普通にカップヌードルのあのなんかなんとも言えんあの麺に味付いてる系の麺もマジでおいしいそう麺食に醤油美味しいマジでカップヌードルはね何味 やっぱプレーンも美味しいけどカレーも美味しいしシフードも美味しいしいやもう全部全部かな全部好きチリトマトかあ謎肉マジで美味しいえもう謎肉マジで美味しいチリトマトねトマト好きじゃないんですよねトマト苦手辛ラーメン 新ラーメン新ラーメン好きですよあ、塩ラーメンマジで美味しいえな謎肉ってヘルシーなんや <laughs> 謎肉はマジで美味しい何これ新進魚 からん塩原子ってことあるありますよプルダックのチーズ美味しいカップ焼きそばナンバーワンえもうねあのねカップ焼きそば食べれないんですよいやマジでマジでカップ焼きそばめちっちゃい頃好きやったのにちょっとねあの本当に最悪な事件起きてからマジで食べれなく めっちゃ汚いめっちゃ汚いけど <laughs> 詳しく汚いけどオブラートに包んで喋るとあノロウイルスにかかったんですよね <laughs> でそのノロウイルスにノロウイルスってすごいじゃないですかマジでマジで <laughs> マジでノロウイルスってすごいじゃないですかであのまあまあまあ

まあ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 かりま,す風味 <laughs> なんまあ後まあまあ、まあ、遺症 何あれウェイのあの風味 <laughs> がマジで無理すぎてもうそっからカップラーメンカップ焼きそばの匂いを嗅ぐだけでその時の記憶が鮮明にフってくるしかもねノロウイルスに気づいてなくて空手行ってていやマジでねうつしてたらマジでごめんなさいって感じ,じゃないんけどしかもそれでちゃんと居残りまでやって。 あの帰ってあのめちゃめちゃしんどくてしんどいなーと思いながらやってじゃあもしかあのあれですねあのまさか家帰ったら40度で熱あって <laughs> 40度まさかの熱40度っていうでマジでマジでクラクラしててずっと。 で40度で「えっ?」ってあってで親に「えみたいな「でおばあちゃんちに行ったんです」でおばあちゃんが四40度?」みたいなもうその時もうほぼほぼほぼなんかふわふわしてて記憶曖昧でそうああまあまあ結局はまあまあ カップ焼きそばレンジでチェーンしたら爆発したんで嫌いみたいなそういうこと生もの食べてないんですよねなぜかまあ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 いやマジでねけどそれ以来はほぼほぼ風邪ひかないっていう マジで風邪ひかないんですよね。体結構強い。健康。え、キソバ完全に被害者。えー、結構こっちも被害者じゃない？めっちゃ被害者被害者ずするけど。 やばい、さっきから熱帯夜がスタート間と頭の中に流れてるわ <laughs> かるなんかもう40度いったらもうなんかもうね訳が分からんくなるマジでもうマジで訳がわからんくなるな記憶がなくなるかな ノロウイルスのことは嫌いになってもいいカップ焼きそばのこと嫌いにならないでくださいいやマジでマジでいやマジでうわリノンを倒すにはカップ焼きそばしかないのかいやそんなんで倒せると思ったら大間違い 柿のろ生ガキのろいやマジそんなんなりたくないカキカキトラウマとか言いたくないカキトラウマになりたくない CD にレノンじゃなの写真入ってましたお おレノンたわせに配信で面白い名前にしてお話し会で暴露するというたわせる <laughs> ファン百人かカップエキスを持ってきたら倒れるしいやもう鼻つまんで逃げ回りますねレノンちゃん何キーキー好きタルトイチゴタルトが好き マグロ当た…えマグロって当たるえマグロって当たるすごいちごタルトマジで美味しいですよショートケーキも普通に好き魚介は何でも当たるかまあけどまあ当たってもいいから魚介 魚介です、ね、そうタルトはマジでおいしいそう見た目もね華やかだからえアニサキスなんか育てるみたいな動画ありましたよね一時 <laughs> 私の会社かき食べるの禁止されてるえ何その珍しい アニサキス声でなくなるくらい払いたいやばっうわ絶対嫌だそうアニサキス育てるっていう動画はやってませんでしたっけ俺の会社スマホ働いてなかった <laughs> 傷口を。 えぐっってしまった知り合いに有崎さんを引き所持してて無症状で思考が医者がびびえなんでなんでそうえらから寄生虫みたいに出てくるやつ好き何それいやもうね最近なんかやばいですよねああいうの。 アニサキスだけ退治するための装置が開発された何それなんかけど LED かなんかのライトあブルーライトかななんかやったらアニサキス光るみたいな確かに白子とかにも何かセっ正路眼が効くそうなんかブルーライトをやるとアニサキスは光るらしい。 えガチえなんか多分記憶が楽しかったら多分そうだった気がするマジで多分レモンちゃんと話しなが見てる <laughs> マジえけどみんな見てるくないそんな動画ばかり見てるのえけどね出てくるんですよよく みんなアニサキスに詳しすぎる確かにねえ,え,えみんな見たことあると思うよ多分そうええ、アニサキスの動画ってな結構有名そも魚サブく動画めっちゃ見てるんですよだからかな そう気まぐれクックさんいいマジで寝れる眠たくなるくないあれ見てよく寝落ちするうまそうと思いながら虫を叩かせる虫叩かわせるさカードゲームみたいな虫キングめっちゃやってたなカードゲームやったっけそうフグトラフグ水フグ あのトラフグじゃないあのよりトフグ朝笛頼フグをさばく動画がめっちゃ好きめっちゃ好きいっそう虫キングね多分やってた虫キング虫,虫キングってあれですよね戦わせるやつやってた やってた気がする虫キングとあと「アニマルタイガー」かな虫キングのなんかカード集めてた気がするアニマルカイザーもやってたあれあったっけいろんな時代虫キングって分からんけどなんかね家か家実家もだったらねなんかそのカードカードあるじゃないですかカードあのカードがあった えけどラブレラブベリーなら世代違うかえけどねキンあれすよアニマルカイザーかなえのやってた確かにラブベリーなら全然世代違うわええアニマルカイザーかじゃもうシキングじゃないかあれー ラブベリーえマジでねじゃあ違うわアニマルカイザーは大好き2歳いける虫キングのねカードのやつあったんですよねアニマルカイザーかあれじゃあ違う アニマルカイザーかちで噂うわのラブとベリーあっ「ドラゴンボール」の何やったっけあれええけどあんまやってなかったえ多分アニマルカイザーがもうちっちゃい頃ずっと自分の中でやってた何やったっけなホワイトタイガー持ってて めっちゃ強かったイメージあるキラみたいなキラシールキラカードキラカードだった男女を呼びます13位レノンにマッサージされたいありがとうございますどんな名前これええ <laughs> どんな名前12位みよちゃんありがとう りゅうくんありがとう。10位つうさんありがとう。9位ニックさんありがとう。8位ヤミさんありがとう。7位ザンヌさんありがとう。6位モキョうさんありがとう。5位ゆうひくんありがとう。 4位、ゆうかちゃん、ありがとう。3位、たいようくん、ありがとう。2位、ポンタロー、ありがとう。ポンタロータワー、ありがとう、ほんとに。ありがとうございます。1位、あきららさん、ありがとう。ありがとう。 唐突, <laughs> 唐突に終わる唐突に終わります違う誕生日配信までお休みかえ違うんですよ誕生日配信できないんでね誕生日配信をまた違う時にやるかもしれないです そう誕生日当日にはできないんで違う時に多分やる誕生日前の方がいい前の方がいいかなまあまた多分ショールームするんでその時言いますバイバーイ